そして歌い継がれています。今夜は現在活躍中の歌手の皆さんにテレサ・テンさんの名曲を歌っていただきます。最初はこの方です。昭和59年発表の償いは荒木豊久三木隆コンビによる初の大ヒット曲となりました。五代夏子さんで償い。窓に西日が当たる部屋はいつもあなたの匂いがするわ。一人暮らせば思い出すから、壁の傷も残したまま置いてゆくわ。愛を償う10年前の昭和60年、愛人の大ヒットによってテレサ・テンさんはこの年の紅白歌合戦に初出場。日本でのスターの座を不動のものにしました。水森かおりさんに歌っていただきましょう。愛人。あなたが好きだからそれでいいのよ。たとえ一緒に街を歩けなくても、この部屋にいつも帰ってくれたら、私は松見の女でいいの。11年に発表された時の流れに身を任せ、この歌はレコードの売り上げ枚数が200万枚を超え、テレサ・テンさんを代表する曲になりました。坂本冬美さんに歌っていただきましょう。時の流れに身を任せ。もしもあなたと会えずにいたら、私は何をしてたでしょうか。
だけど誰かを愛し普通の暮らししてたでしょうか。時の流れに身を任せ、あなたの色に染められ、一度の人生